プロレス新日本4日東京ドーム新日本プロレス恒例の東京ドーム大会の前日会見が3日都内のビファ有明で公開形式で行われ IWGP ヘビー級選手権試合で対戦する王者のレインメーカー岡田和親30と挑戦者の制御不能のカリスマ内藤哲也35が共に勝利に自信を示した。また、同大会のチケット前売りが32,600枚を超えたと発表された、新日本の覇権を争う両雄が静かに火花を散らした。リング上で先にマイクを持ったのは内藤。試合順は最後だが、IWGP、US ヘビー級選手権試合とのダブルメインイベントとされてしまったことに、ちょっと残念だなという気持ちはありますが、と、まずは嫌味を口にした。それでも、いよいよ内藤哲也が、東京ドーム大会のメインイベントにたどり着いたなと、素直に嬉しく思っていますと喜び、ベルトを持たないレインメーカーは輝けるのかどうか。皆様の目と耳で、ぜひ確認してあげてくださいと挑発した。一方の岡田は今回で4年連続の東京ドーム大会の最終試合とあって、別に東京ドームのメインイベントに立つことが目標ではないと涼しい顔。ベルトがない岡田、想像できませんと自信たっぷりで、内藤さんは2017年、IWGP ヘビー級よりも価値があることをやってきたみたいなので、その内藤さんを倒して、2018年、しっかり盛り上げていきますと宣言した。